もしもし、聞こえてる？聞こえる、大丈夫。こっちの音声もいける？いけてるよ。久しぶり。ね、久しぶりやね。いいやん、どっち朝？ねえ、2時半。昼か。お昼やね。多分日本はもう夜やな。8時間遅れやから。そう思うね、今10時半。ああ、そうやね。すいません、遅くに。まあ、昨日も10時。よかったよかった。で、今日はね、ちょっとルリに聞きたいことがあって、今まで多分ね、一回も多分聞いたことないと思うんやけど、そう、まあちょっと、霧のママことルリの本音ということで。にわざわざ。ほんまやね、わざわざ顔見てな。そう、あのね、まあ、ほら、ジュリアンとさ、結婚して、もう2年目か、2年かな。そう、付き合いだしてからはもう知り合ってから4年で、あ、そう、そう、長いっていうか早いわ。早いよね、そら年取るわって感じやろ。まあぶっちゃけこうジュリアンってさ、まあ、14歳も年下やし、しかもフランス人やし、初めてこうね、まあ、付き合ってるのを知った時、ぶっちゃけどう思った？まあびっくり、びっくりするかな、やっぱ。フランス人やるやんみたいな感じ。あ、そうか。ルリ的には別に何人だろうがあんま抵抗がないっていうか。やっぱママはもともとやっぱ海外すごい好きじゃない？一人で海外旅行に行ってダイビングするとかも。全然してたじゃない。だから、次にお付き合いする人はきっと外国人の方だろうなと思ってたから。ああ、そう。いや、だってさ、なんだ外国の方ってやっぱ優しいし、レディーファーストじゃない？そうね。ねえ、なんかそっちの方が、まあ、ママには合ってるんかなって思ってたから、まあ、外国人で聞いて、まあ、自然やなというか、まあまあ、ありえるなって思った。じゃあルリ的には、まあ、そんなにめちゃめちゃこう、って感じでもなく、まあまあまあ、ああそっかそっかみたいな。なるほど。でもな、意外と普通やったよね。別に普通やわ。よかったよかった。全然いいよ。あんまさ、人種は気にしない。あ、気にしない気にしない。いいね。年齢差どう？年齢差は私ね、結構後に知ったんだよね、そんだけ年下なの。その時言ってなかったっけ？年下のは言ってたっけ？言ってなかったっけ？年下なのは言ってたけど、やっぱ何歳か？あっても結構なんだろうな、年上に見えるじゃない、実年齢よりも。まあ、確かにジュリアもちょっとね。ね、ちょっとね。そうね、ちょっとね。そんなに若いと思ってなかったの。でも、年齢聞いて、いや、まず、本当に若かったのがびっくり。なんか付き合ってた以前にね。いや、私の方が年齢近いやんってなったけど。そう、本当それよね。ねえ、なんか、年下の方、いや、ママには合うんじゃないかなと思ったね。あ、本当？やっぱ、なんだろうな、ママもね、そろそろ、今40何歩やったっけ？ちょっと年齢言ってないんやけど年齢言ってない。でもね、年齢言ってなくてもなんかね、分かる人にはもう分かってて、多分ね、キリのチャンネル見てる人には分かるみたいで、なんかさ、前ジュリアンの年齢言ってたよ。で、それで私が他のビデオで年齢差を言ったから計算したら分かるやん。ああ。そう、だからキリのチャンネル見てる人には年齢分かるはず。そう、濁して言うと40代やんか。そうね、40代ざっくり言ったね。そうだからさ、まあやっぱ40代女性には年下の方、いや、合うなと思って。まあね、そっから年上ってなるとね、逆にね、結構大変よね。しっかり者のママには、まあ、ちょっと可愛らしい、世話を焼きたくなるようなね、ジュリアンぐらいが、いいな、いいかなと。よかった。じゃあルリ的には OK やね、今のところ何の問題もない。いいよ、ママにやってても。あ、本当、一人でこう子育てとかさ、
してきてさ、やっと手離れた、やっぱ自分の番やん次は。そうそうやっぱなんか子供らからしたら親がさ独り身やとやっぱ心配、心配よ。あ、じゃあやっぱ結婚っていうか、なんかパートナーがおった方が安心。安心よ。だってさ、やっぱりなんちゅうか、うん、将来寂しいんちゃうかなって思うやん。思う。それは自分でも思うな。だからね、なんか早く、うん、なんか長く一緒にいれる人を見つけて、うんうんうん、ね、一緒にいてほしいなってずっと思ってたから。あ、よかったっていうか。お、嬉しいよ。すごい嬉しい。パートナーができて、あ、よかったなっていう感じ、うん、どっちかって言ったら。なんかさ、ジュリアンのさ、エピソード、なんて優しいんやろうと思って、しかもなんかお茶目で可愛いじゃない。まあ、ジュリアンそうね。可愛くなる、可愛さがあるから。どっちかって言ったらそっちよね、うん、あんまなんか自分が自分がこう引っ張っていくタイプではないから、それはあるかもね。すごく可愛げがあって、うんうんうん、なんか長く一緒にいれそうだなと、ああ思った、うん、え、初めてジュリアンに会ったのっていつやったっけ。クリスマスかな、正月かな、クリスマスパーティーの時かな。私ね、キリちゃん妊娠中ぐらいの時だった気がする。いや、まだ妊娠初期じゃない？うん、本当初期。そうよね、確か。変わりましたって時ぐらいだと思う。あ、思い出した。そう、私その時ね、妊娠したのってママにちょっとサプライズしたじゃない？そうだ。それがしかもジュリアンが一緒やったっていうね。そうそう。あ、思い出した。大阪のどっかフレンチレストランかなんかに。あ、そう。4人で行ったのが初め？あれが初め？あ、そうけど。そっか、あれが初めか。その前に以前会ったことなかった。だっけ、覚えてないな。なんかそこの時の印象が強すぎて。あ、じゃあそれが初めかな。初めてだ。クリスマスディナーを一緒に4人で行きましたと。どう、実際さ、こう会ってみて印象っていうか、ジュリアン見て、やっぱ思い通りの人やった、それともなんかあれちょっと違うなとか思った？全然違ったよ。全然違った。違ったよ。フランスの方ってこう情熱的で、なんか身長が高くって、なんかバラの花束とか渡すような人かなみたいな、ちょっとそういう思ってたんだけど、頭の中では。でもなんだろう、やっぱジュリアン日本が好きなだけあって、結構日本人に感性が似てるというか、なんというか、そんなになんか主張も激しくなくて、おとなしいっていうかね。おとなしい感じだったかな。いや、実際ね、そうね、実際おとなしいかもしれない。おとなしいよ、ね、そんなにあんまりね、主張するタイプではないかもしれない。じゃあ、思ってたよりちょっと日本人っぽいって言ったらね、最近は調子どうなん、ジュリアンと。あ、ジュリアンと、最近あれやな、全く仲いいかもしれん、昔に比べて。あ、そう、昔は喧嘩してた、あ、そう。付き合った当時は喧嘩多かったな、やっぱり。何でか。付き合った当時の方がさ、お互いのことやっぱ知らんやん。まあ、やっぱ国際カップルだしね。そう、違うとさ、触れ合っている人があるわな。なんかやっぱ育ってきた環境が全然違うからさ、なんかこっちにとっては普通のこととか当たり前のことってあるやん、日本人として、でもジュリアンにとってはなんかその日本人として当たり前のことが理解できひんみたいな、そういうことは結構あって、であとね、何でもやっぱ言わんとわからんっていうのがあって、察するとかがないんよ、なんていうの、日本人ってさ、空気読むっていう言葉があるようにさ、なんかなんとなく相手のこうことを探るやん、やっぱ、こんなこと思ってるんちゃうかなとかね、それがないから、どじゃあ、いや、何でも言う、どうするの、怖いんですけど、何でも言う、結構何にも言うかな、そうなの。まあでも、そっから、今はないかな。大きななんか、やっぱ、
こっちもさ、だんだんその文化に慣れてきたっていうか、まあ、言いたいことを言うし、そう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 、まあ余計なことっていうか言わんでいいこととかはないなっていう、何でも言おうみたいな感じかな今。だからそういう意味ではなくなったかもしれない。よかったよかった。まあ、環境に慣れたっていうのもあるしね、自分が。なんで？自分がなんか環境に慣れたっていうのもあるかもしれない。ベルギーっていう。ルリはどうよ？最近？うん。いや別に変わりないな。なんかさ、ルリのところの夫婦のイメージはさ、なんかあんま喧嘩っていうか喧嘩しなさそうだよね。なんか言い合うような喧嘩がなさげガーって、あんまないかな。なんかもともと喧嘩しなかったしな、付き合った時からね。なんか子供が生まれるまで本当に喧嘩したことなくて、そうやっぱりね、子供が生まれたらお互い時間がなくて余裕がなくて喧嘩ってすることあるけど、でもね、ほんとその時だけやな。だから最長で2時間、3時間って感じ、喧嘩しても3時間以上は喧嘩しないって感じかな。すごいね。すぐってこと、戻っちゃう。治るよね。治る。すごいな。うち、ね、治らんの多分。3時間じゃ無理やな。なんか喧嘩したまま別のとこで寝るとかない。そうか。とりあえず一緒に寝る。ベッドで寝る。キリノとソウスケとね、いてね。はい。喧嘩しててもね。そうね。あとちょっと話がそれたやけど。そう、初めてさ、結婚の報告を聞いたときはどう思った？結婚となるとさ、日本に住むかベルギーに住むかっていう問題もあるしさ、まあ、家族とは当然ルリとかと全員と離れ離れになるわけや、そういう面でさ、やっぱなんか思った、あ、もうママこの日本におらへんのやとか。もちろん平気ではあるんだけど、とうとう海外に住むのかっていう感じだったかな。ちょっとやっぱヨーロッパ遠いしね。でもさ、なんかもうそのベルギーに行くってなった時には、私一人暮らししてたじゃない、看護師の人たち、すでに常にもうそんな毎日顔を合わせる親子じゃなかったよね。だからね、まさかこうヨーロッパ圏に住むとは思ってなかったけど、英語圏に住むかなと思ってたけど、まあ遅かれ早かれ海外に住むんじゃないかなって思ってたから、まあいいタイミングだったんじゃないかなと思う。ああ、本当、私的にはね、ちょっと早かったかなとも思ったんよね、実は。私は良かったけど、トウヤからしたらちょっと早かったかもしれないな。トウヤがまだ大学卒業する、大学卒業すると思ってたんだ。あ、そうや、ちょっと、ママ騙されてたから。まさか伸びるなんて知らなかったから。そう留学分ね、遅くなったから。知らんかったからさ、まあ、卒業するだろうと見込んでのベルギーなんだけど、あれはちょっと想定外やったけど。そういう意味でね、まあ、ちょっとなんか早かったんかなとか思ったりもしたから、後悔ってわけじゃないけど、まあ、ルリはさ、もう自立して、独立して、働いて、で、まあ、順調にこう、まあ、看護師の仕事してって。ね、家も出てたからさ、まあ、ただ当夜の場合はね、ちょっとまた大学生だったから、まあ、家には一緒にはいなかったけども、確か住んでなかったよ、当夜も。そう、自分一人やったからね、もうすでに。一人暮らしから出てたもんね。まあ、それでもまあちょっとタイミング的にはね、早かったかなと思ったりしたけどね。当夜からしたらね。僕はまた別の意見かもしれないね。そうやね。まあでもルリ的には、まあ、ルリはもう一人だったし自立してたしってことやもんね。それにさ、私看護師1年目やったじゃない。確かそうね。看護師1年目ってもうね、大変すぎてあんまり他のことを考える余裕がなかったのかも。外と家の往復で精一杯だったから。大変じゃない、看護師1年目。大変。勉強せなあかんから。
毎日勉強してね、うん、やっぱ働いてる間も普通にしんどいし、1年目の半年ぐらいまではもう本当にほとんど遊びに行かずずっとね、うん、まあそうなるよね、1年目は。うん、そうかそうか、そこまで考える余裕も、そうそう、気が回らなかったもん、うん、いっぱいいっぱいだからね、こんな世の中になったからなかなかね、そう、行き来ができないからちょっとあれよね。あ、そうなんだよ。なんか別にベルギーに行っても5年に1回とか2回とか会えるって思ってたんやけど、ね、そうよね。だからね、コロナになってこんなに会えなくなるとは思わなかった、ね、なかったから。いや、多分誰もそんな予想してなかったよね、まあ、今の世の中は。だからね、なんかまあ年に 1,2 回会えるやろうぐらいな感じで送り出したけど、うん、ね、会えんくなったから。本当それよ。外国人禁止でしょ今入国。うん、急にね、そういうのになってからね、やばいでしょ。なんかね、みんな国際結婚してる人大変よ、こっちの。あー、やっぱ帰りたいってなってたんかな。なんか年末年始結構ね、帰る予定の人とかやっぱ多いよね、うん、日本人で年末年始は帰りたいっていう人が、あー、そうなんや。そう、で、それでビザ前々からだから、それ準備して取ったりとかしてた人もビザキャンセルになって、家族の一大事とか、まあちょっとおばあちゃんに今会っとかないととか、なんかそういう人とかもやっぱおるやん。でもそういうのもそうなっちゃったから、もうどうしようもないというか、日本に入れないから、まあ、結局行くのやめたとか、なんかそうやって結構ダメになってる人がいっぱいいるみたいで、なんかそんなんとか聞くとやっぱ国際結婚ってあれやなって思うね。帰りたい時に帰れないっていうか、まあそうだね、何かあったらちょっと借りてないね。そう、家族になんかね、アクシデントっていうか、帰らなきゃいけないことがあるのに帰れないとか、なんかそういうのもありえる世の中になったよなってね。え、状況変わってたね。そうだから気軽にね、帰れる世の中に早く戻ってほしいな。だよな。だって結局無理も一回も来てないしね。うん、行きたいよ、そっちに。でもね、もう子供ら二人とも連れてばしばらく行けないかな。ちょっと厳しいかな、もうちょっと大きくなると。夜の間に行けばね、二人とも夜しっかり寝る派だから、まあ行けるかも。そっか。まあでも今度は来年かな、またもし日本に帰るとしたら、毎年言ってるね、来年かな、来年かなチュリアンだってズーバーってないでしょ。うん、結婚式でももう2年も前ぐらい、2年もっと前、3年前、結婚記念日3年目、今ね4年目。3年半前。そう、そうなるね、3年半前は。あ、そうなってないんだ。会ってないよね、ジュリアン。うんうん、だって YouTube 見てるから会ってる気になる。会ってる気になる。うん、なんかでもいろんな人に言われるそれ。でもそれっていいことよね。いいことだよね。ね、うん、それは思った。そう、なんかお互いのこう状況が分かるから、 YouTube である程度、なんか見てて、あってあ、今もこんなん言ってるんだみたいな。で、本当思った。それはだから YouTube ね、どっちもこうやってよかったっていうか、ね、まあ、お互いの状況が分かるから、やっぱちょっと安心はするよね。あ、そうだね、寂しい感じもないしね。あ、元気で YouTube 投稿してんなみたいな。そうそうそう、もしこれがね、突然 YouTube がなんか投稿されなくなったら電話するけど。さあ、そっちのキリノチャンネルの方にトーヤが出るのとかもちょっと嬉しい。あ、そうだよね。トーヤね、なかなかやっぱ男の子難しいね。やっぱなんだろうね、積極的にコミュニケーション取ってくれたいじゃない。パパも言ってたよ。あ、言ってた、やっぱり。電話したら、まあ10分前に動画見たばっかりやから別に無理と思わんけどって言われて。いや、本当それよね。まあでもやっぱジュリアンはまだ一回もキリノに会ってないでしょ、生キリノに。あ、そっか。え、だってさ、結婚式の時ってね、まだお腹の中に、そうそう、お腹の中にいたから、キリノ。ジュリアはね、ほら、生キリノ見てないし、生ソースケも見てないやん。見てないね。見たいね、じゃん。まあ、まだこれが続くようだったら、一人だけ帰ろうかな。ってなるよね、まあ仕方ないよね。なる。
かわいそうだけど一個置いていかれてかわいそうだけどこればっかりはもう国が決めることだから、まあ、ねどうしようもないよね仕方ないよね、うん、でもそうしたらさ毎回ジュリアンすっごい止めるじゃない、うん、ママが日本に帰ろうとしたら本当に行くの本当に行くのって言ってずっとなってるわけじゃないもうかわいいそうキュートだよ、そう前日からなんかな結構前日からなんか自分の部屋に行って出てこないなと思ったら泣いてたとかかわいすぎるいやほんとよいやいやまだまだ明日やからっていういや私たちそういうのちょっと分かんなくないから一人でこうピッて行っちゃえるじゃないいける、ね、だから別に何も泣かんしね救う子で泣かんからねちょっと分かんないこれ大人になってからそんな悲しくて泣くことないけどないよね、まあ、でも感情豊かだね、うんうん、え、なんだろうそのやばいねんけど顔チェックした変わらんってチェックしたところでルニーね、今日、まあ、聞きたいことが聞けてよかったわ、でも今まで一回も聞いたことなかったからねなんだろうやっぱり私たち日本人だから、うん、もう察するっていう感じがあるよね文化だよね、うんうん、だからねあんまりこう言いたいこととか聞きたいこととかもさやっぱ親と子とかさやっぱなかなかねストレートにこう聞くことってないと思うねないねそうでしょだからまあルビは結婚に関してもまた違ったらお祝いムードっていうか、うん、よかった、うん、嬉しいうんうん、なんか気にせずに遊んでほしいというか、うん、楽しんでほしい、うん、バイバーイまたーおやすみーあれ君の葬式はまた今度うんうんうん、うん、じゃあねーじゃあねー本日も最後までご視聴ありがとうございました。今度は君の葬式も見たいよって方はコメント欄で教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。